俺の偽物が現れたらしい。はあ？そいつは坂本龍馬を名乗ってイギリス製の武器を買い付けている。幕臣の勝倫太郎の門人で今日の薩摩藩邸に現れた。おい待てって、何がどうなってんだ。俺にもわからねえ。だがその坂本龍馬を新選組が探し始めている。お前の耳には何か入ってねえか。もう一人の坂本龍馬のことだ。いや知るわけねえだろ。知っていたら真っ先にお前に話してる。だよな。けどなんでお前の名前なんて語るやつが。わからねえ。誰かが俺をはめようとしているのかもしれない。新選組がその偽物を追いかけてるって言ったな。ああ。と言っても俺がその坂本龍馬を追う役だ。近藤勇が俺を指名したらしい。なんだと？おい、それってお前の正体がバレてるってことじゃねえのか。もし近藤が1年前の覆面の男なら俺の顔を覚えているかもしれない。近藤はそれを確認しようとしているとも考えられる。それじゃお前やべえじゃないか。だがどっちにしても断れねえ。今はそのもう一人の坂本龍馬を追うだけだ。これから薩摩藩邸にいる西郷って男から話を聞いてくれ。薩摩の西郷か。そっちはそっちで厄介な相手だがな。どういう意味だ。薩摩は日本の端で300年幕府の命かすめて力ため込んできた藩だ。異国との密貿易でな。それで幕府でさえ薩摩が勤王の倒幕派に回らないよう気使ってる。その薩摩の鍵を握ってるのが西郷吉之助ってわけだ。連中は秘密主義で身内しか信用してない。なるほど。今のところ薩摩は幕府と一緒になって勤王派の長州を京から追い落としてる。長州はそんな薩摩に恨み骨髄だ。そのくせ薩摩は裏じゃ幕府を倒して勤王を牛耳ろうと画策してるって噂よ。とんだ食わせ者らしいな。まったくさ、勤王思想のみで突っ走る長州と現実主義の薩摩じゃ水と油だ。町で薩長の下っ端同士が出くわしてみろ。いきなり切り合いが始まるぜ。犬猿の仲ってやつか。まあその話はいい。お前の偽物については俺の方でも調べてみる。そのもう一人の坂本龍馬ってのがイギリスの武器商人とつながってるってならどういうやつにしろ大物だ。そいつがお前にどう関わってくるのか俺たちは知る必要がある。頼んだ。用心しろよ。ああ。来いは来いは、新選組の方でごわすか。お役目ご苦労様に存じます。新選組三番隊隊長斎藤はじめだ。西郷吉之助殿に取り継いでもらいたい。ほう、西郷先生に。どげなご用件で。坂本龍馬という男について聞きたいことがある。さようで。そいはもう新選組の御用とあれば断る理由はごあん。心得ました。おいがご案内します。どうぞこちらへ。最後は藩邸の中じゃないのか。あんお方は屋敷の中でじっとしておられんもんで。まあどうぞ、すぐ近くでごわす。こいつらはどういうつもりだ。新選組っちゅうのは随分と人を切ってきました。ほんのこと言うと薩摩の門も多少身風呂に切られたもんもおります。おはんが薩摩の人間を切ったかはどうでもよか。
じゃどん、おはんな三番隊の隊長でごわす。兄弟や子らを新選組に切られた恨みを持つ者にはそいだけで十分切る理由になります。弟の仇じゃ。身ぶろうめがおいの息子ば切りよった幕府の犬め。花から西郷に会わせる気はなかったってことか。不用心不用心。新選組幹部ともあろうもんがたった一人で食うとは、薩摩をなめちょるんかこら。バカな恋が新選組。西郷に会わせてもらおうか。そうすりゃここで会ったことはなかったことにしてやる。何？大っぴらにしたとこで困るのはあんたらだけだと思うがな。俺仕事できたんだ。あんたも自分の仕事に専念するなら誰にとっても面倒はない。違うか？新選組三番隊隊長斎藤はじめ、先日は名乗りもせず失礼した。へへ、構わんで。いずれまた会うと思うとった。せやけどあんたあれからほんまに新選組に入ったんやな。例の近藤勇に会うためにかいな。さあな。悪いが入隊の報告をしにここに来たわけじゃない。あんたに聞きたいことがあってきた。ま、あんたとは知らん仲やない。話くらいは聞いたるわ。坂本龍馬って男があんたに面会しに来たはずだ。そいつの話を聞きに来た。ほう、坂本龍馬。覚えないわ。何もんや。勝倫太郎って幕府の人間がここへ連れてきた男だ。覚えてんだろう。そんなに昔の話じゃねえ。そうか。せやけどあかんな。全然思い出せん。ゆっくり思い出してくれて結構だ。時間はたっぷりある。こっちに時間あるとは言うとらんで。なるほど。薩摩ってとこはよそ者を寄せつけない。噂に聞いた通り秘密主義ってわけだ。だが俺を帰らせたきゃさっさと思い出すんだな。そしたら斎藤は、はっきり言いますわ。わしは坂本龍馬いう男と会ったことは一遍もない。もうわしの答えはこれ以外に出てこんで。なんで隠すんだ。その坂本龍馬ってのはあんたにとってそんなに重要な男か？なれん駆け引きはやめとけ。あんたには似合わん。坂本は長崎でイギリスの武器を仕入れているらしい。その武器を買うのはあんたら薩摩ってことか？知らん言うとりますやんか。そろそろお帰りの時間や。今度はまた仕事抜きで飲もうやないか。斎藤藩。斎藤さん、無駄足でごわしたな。西郷先生は新選組なんぞ眼中に相模藩では。
内藤さん、お待ちを。山崎か。局長がお呼びです。坂本龍馬の調べを報告してくれとのことで。何？それじゃ局長に会えるのか？もちろん。場所は？祇園にある料亭朝日屋。局長はそこでお待ちです。ただしその場所は他言無用に。たとえ相手が新選組の大使であってもです。わかった。いや、思ったより早く来たな。三番隊隊長、斎藤はじめです。知ってるよ、俺が呼んだんだからよ。あなたが局長の。なあ、新選組局長、近藤勇だ。